釣れるじゃん。はい、皆さんこんにちは。今回もご視聴ありがとうございます。今回も静岡県の浜名湖で釣りを楽しんできました。餌はですね、オキアミでクロダイですね、クロダイの幼魚、あとキビレの幼魚、ヘダイからセイコも釣れましたのでご覧ください。仕掛けは完全深瀬釣りで、浮きを使わずに針と糸とから餌の重さだけでゆらゆらとですね、ふかしながら釣ってます。今回は生後が混じってきました。立て続けにですね、小さい生後が釣れました。ちょうど群れで移動してきたところをですね、タイミングよく餌を投入したら、釣れたって形ですね。生後はですね、エラのところがかなり鋭利になってまして、下手な触り方するとちょっと切れたり、指のですね、皮膚がこう切れたり怪我したりしますので、なるべくですね、体に触らないようにしました。サイズが小さくてもですね、結構鋭利なので気をつけてます。今回はこの辺りで失礼いたします。ご視聴ありがとうございました。